ランディ・ジョンソン35歳からの成績、やばすぎる。こちらすでに貼られた成績、意味不明となっております。なんだこのおっさん、 Y の中でメジャー最強投手は今もこの人や。今こんな頑丈な投手おらんよな。ゴリゴリのパワー P なのになんで長持ちしたんやろ。鳥さん狙撃で知りました。インハイ食らった後腰抜かしてるバッターの動画好き。今カメラマンやってるんだって。ランディ・ジョンソンってクリーンなの？クレメンスなんかはバリバリお薬やろ。やっぱ脱三振早球の花よな。エンゼルスかどっかのアドバイザーみたいなのやってなかったっけ。クレメンスもすごかったけど、やっぱりランディ・ジョンソンが一番や。バードストライクのイメージしかないんだけど、こんなにすごかったんだな。メジャーでたくさん対戦したけど、ランディのは打てる気がしなかったな。地味に一発病だよな。連打期待できないから、打者も一発狙いが多いからやろうけど、この辺りのピッチャーのイニングぶっ壊れてるよな。昔 NHK の奇跡のレッスン出た時に、ダルビッシュみたいになりたければ走れって言ってた。走って体のバランスを司る筋肉と体をコントロールする感覚を鍛えろ。後年この理論が証明された話はすごい。ご視聴ありがとうございました。